さて渡辺久信監督がマウンドに上がりましたが、この交流戦夢の OB 一球対決ということで、1985年のあのライオンズとタイガースのこの日本シリーズの再現、今日は渡辺久信監督対タイガース真由美明信監督です。真由美監督は当時タイガースの1番バッターとして日本一に導きました。渡辺久信監督は当時入団2年目、先発にリリーフにフル回転、見事優勝に貢献をしました。指揮官同士の対決、ゆるい変化球なのかどうかはちょっと分かりませんが、マスクかもしれませんが、ちょっとタイミングは合わせられませんでした。セカンドの目の前、いや渡辺監督はよく先週ね、ボンボン投げてますからね、練習で。その気になれば140ぐらい出るんじゃないですか。まあ、選手に投げるようなボールはさすがに投げませんでしたね。そうでしたね。真由美監督も最近はマスコットバットなどを使ってこの日になんか備えていたという話も聞きましたけれども、本当かどうか分かりませんが、なかなかでもいい企画ですよね。特に今回は指揮官同士、あ、いいですね。まあ、あの85年、特にタイガースファンにとっては忘れられない ね、あの日本一の年、その再現でした。よく覚えていただいていると思いますよ。